ミリー・ボビー・ブラウンは、イギリスの女優、モデル。イングランド人の両親ロバート・ブラウンとケリーの下、4人兄弟の3番目として、スペインのマラガ県マルベイリアで生まれる。父は不動産業者。兄弟には、ペイジ、チャーリー、エヴァがいる。4歳の時に、一家は、イギリス南部同セットのボーンマースに移り、それから4年後に、 アメリカ合衆国フロリダ州のオーランドに移住する。2013年、テレビドラマ、Once Upon a Time のスピンオフの ABC ファンタジードラマ、Once Upon a Time in Wonderland にゲスト出演して、演技デビュー、子供の頃のアリスを演じる。2014年に、マディソン・オドネル役で、BBC アメリカのパラノーマルスリラードラマ、u n d e ドに出演する。その後、 CBS の刑事ドラマ、NCIS ネイビー犯罪捜査班、ABC のシットコム、モダンファミリー、ABC の医療ドラマ、クレイズ・アナトミー・コイの解剖学にゲスト出演した。2016年2016年に、ネットフリックス配信の SF ドラマ、ストレンジャー・シングス・ミッチの世界の大ヒットによって、一躍スターダムにのし上がり、全米映画俳優組合少女優賞にノミネートされ、 全米映画俳優組合賞アンサンブル賞を共演者と一緒に受賞した。シーズン2にも出演することが決まっている。2016年11月にシグマやバーディのシングルファインド目のミュージックビデオに出演する。2016年11月以降、シティグループの商業広告に登場している。2017年1月にカルバンクラインのバイアポイントメントキャンペーンに起用され、 モデルデビューする。そして翌月にモデルエージェンシーのイングモデルズと契約する。2019年にゴジラキング・オブ・モンスターズで映画デビュー。父や兄弟と同じくリバプール FC の熱狂的なサポーター。2017年、ありがとうございます。